このアタッチメントっていうのは歯にね、なんかつけるわけ。皆さんこんにちは、アサボ TV ニューヨークのやつみです。このチャンネルではグレイヘアに関する情報やニューヨーク、日本での出来事、そして私40歳アラフォーの美容法や考え方などを発信しています。興味を持っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そして私の初の書籍、自分史上最高になれるニューヨーク市議大人美容、全国書店、アマゾンなどのオンラインで発売中ですので、ぜひ読んでみてください。今日お話ししたいのは、あの前に2回目の矯正を始めたよっていう動画を上げたんですけど、それについてのアップデートと、あと2年前ぐらいに私の愛用しているデンタルケア用品を紹介したんだけど、それからもまたちょっと変わってるので、最新版を紹介します。まずね、矯正について話したいんですけど、あの本当は5月末ぐらいで終わる予定だったんですよ。14シートあって、それをだいたい最初は2週間ごとに変えていって、途中から10日ごとになって、まあ、5月末でやっと終わるぜなんて思ってたんだけど、そしたら結局、まあ、上は結構綺麗に動いてたんだけど、下の歯はもともと結構揃ってて、真ん中だけがちょっとずれてるなっていう認識だったの、自分では。でもやっぱり上との噛み合わせを合わせるためとか、まあいろいろ、まあここを直した方がいいっていうのがあって、まあ綺麗にこうなってたんだけど、結局その気になってた下の歯の真ん中のズレが治ってなくって、で結局延長になったんです。また6シート追加できて、で今最後のシートをやっているところで、まあ、むしろもうその期間はちょっと終わってるところなんだけど、最近歯医者さんに行って、まあ最後の最後の、そのなんていうの、まあ、調整の会っていうので歯医者さんに行くとき、あのクリーニングとかとは別で、それは8月の真ん中になってるのね。で、そこで、あの、もう本当に終わりだから、普段はこういう、マウスピースを上下つけてるんだけど、これはアライナーって言って、まあ、矯正用の、動かしていく用のマウスピースで、今度は、リテイナーっていう、あの、夜だけつける、その、動かないようにするマウスピースの型取りとかをしようみたいな感じで、型取りっていうか、なんかスキャンとかするのかな、なんか、っていうことだったのね。で、その前にクリーニングで行った時に、その時、最後のシートをつけた2日目ぐらいだったの。でも全然さ、その延長したマウスピースがつけても全然こう痛くもないし、結構すぐこう緩くなっちゃう感じ。なんかもう動かすところがほとんどないから。で、ふと見たらさ、なんか全然治ってなくってかな、下のちょっとしたズレが。で、これのために延長したんだよねってなって。で、それまではさ、もう今回もう2回目の矯正だからさ、毎回歯が動いたぞみたいな感じでは見てなかったので、ほとんど自分の歯がどうなってるかとかあんま見てなくて、本当にただひたすら取ってつけて、取ってつけてっていうのを繰り返してただけみたいな感じだったのね。もう1回目の時はもうずっと見てたよ。みたいな。そう。まあでも今回はそう見てなかったので、最後の最後に、あれ？結局動いてないけど、これもう最後のマウスピースなんですけど、と思って。で、ちょうどクリーニングで、その日、歯医者さんに行ってたから、なんか相談して、ちょっとここ、今最後のアライナーなんだけど、動いてないっていうか、まだ気になるんですけどって言ったら、なんかこれがインビザの限界かも、みたいな感じで言われちゃって、だからこっから、もしそれを直すってなったら、普通に、あの、ワイヤーみたいな感じで直すから、プラス10から15万ぐらいかかるよって言われて、え？こんなにお金払ったのに気になってるとこ治んないのって、なんか びっくりしちゃって、うん、しょうがないのかもわかんないけど、ちょっと。まあ、パッとね、多分人から見たらさ、いや、大丈夫でしょ、気になんないでしょってなるかもしれないけど、私的にはなんか、ここがピッてしたかったっていう思いがあったから、すごいショックで、まあでももう、ここが諦め時なのかなっていうのももう、あんまりね、下の歯ってもうちょっと歯茎が下がっちゃってて、前の矯正の時からなんだけど、なのであんまりガシガシ動かすと、もっと歯茎にも良くないかなと思ってるので、
ちょっと悩みどころ。とりあえずなんか明日、矯正専門の先生と話せる、なんかまあ相談ができるっていうことなので明日また話すんだけど、ちょうどね、前日に撮ることになっちゃったな。そう。まあまたアップデートします。まあ、とにかく、二度目の矯正も一回やって、また延長して終わりそうだけどどうかなって感じですね。まあ上の歯はかなり綺麗に剃りました。みんな、私のこれまでの経験をぜひ踏み台にしてくれ。私は何も考えずに普通の歯科医さんのところで矯正を始めちゃったんだけど、歯列矯正は矯正歯科医さんのところでするのをおすすめします。そこの歯医者さんにも矯正歯科医さんはいて、初日は見てくれたり、先日治らなかった下の歯のズレについて相談する機会があったのですが、圧倒的に経験値と知識量と安心感が違うなと感じました。いつもの歯医者さんと見解やできるできないのね言うことが全然違くって、急にちょっと不安になっちゃいました。事実はどうであれ、専門医のところでやっていたらこのズレは残らなかったのではという考えてしまいます。だから専門医のところでやらなかったことを後悔しました。もちろん今の先生もよくしてくれて感謝してるんだけど、もしも次回何かあったら絶対専門医のところでやるし、他の人にもおすすめします。金額が変わるわけではないと思うのでね。どんなことでも大きなお金を払うなら専門家を頼るべしだなと最近つくづく思います。ノリでやっちゃうの本当よくないね。みんな Good luck。 そう、私が1回目にやったみたいな、なんていうの、簡易的なマウスピース矯正っていうの、通わなくていい歯医者さんがやってるんじゃないやつが最近日本にも上陸してて、やっぱ10年遅れぐらいでやってくるんですね、日本に。何個か多分あるんだよね。それがよくインスタの広告で出てくるんだけど、本当にちょっとだけずれてる人だったら多分ああいうのでいいと思う。例えば前歯の隙間がちょっとここだけ空いてる、歯並びが悪いわけではありませんとかだったら相談してみてもいいと思う、そういう簡易的なもので。でも私みたいにこうやって2回やることになるんだったら、1回普通の歯医者さんでちゃんと矯正した方がいいと思う。でもインビザライン自体は全然悪いものじゃなかったし、やっぱね、大人になってこのメタルのワイヤーの、なんかブレイス日本語わかんないブレイスの矯正するのも抵抗ある人多いと思うし、裏の矯正も高いし、多分ぐちゃぐちゃってなってる、多分裏だけだと難しいんじゃないかなと思うんだよね。そう。なのでまあそこは歯医者さんと相談しつつ、自分のその希望と合わせて選ぶって感じだと思うんですけど。まあインビザラインも悪くないと思います。私はインビザ GO っていう、まあ前の方の歯に特化したインビザラインの矯正だったんだけど、2回目だからその GO で良かったって感じですかね。こんな感じ。もうこっからまだ先が長いからね。まあクラウンをいろいろまた入れたり、奥歯にもクラウンやり直したりって感じで、もうめっちゃお金かかる。だけど、歯はやっぱり綺麗にしておきたい。でもね、自分の歯を全部削っちゃってクラウンにするみたいな美容的な矯正みたいのはやっぱりしたくなくて、まあでももう今ある歯は頑張って取っといて、もうちょっと変えなきゃいけないとこだけはクラウンとかにしている感じです。なのでまだこっから、今度矯正がまあこれで終わりましたってなってから半年はこのままリテイナーつけて、もう本当に固定させてから今度はクラウン行きましょうみたいな感じなので、なんかそうじゃないと、またもう簡単に歯がやっぱ動いちゃうのね。戻っちゃうから、そう、半年間はそのままにしておきましょうみたいな感じで。まだ先が長いです。半年後か。もう冬になっちゃうね。来年だし。あとは、そうだ。今週、初めてオフィスホワイトニングをする予定です。これもね、ずっと待ってたんだよね。そう、インビザラインで、このアタッチメントっていうのは歯にね、なんかつけるわけ。この恐竜の背中の凸みたいなやつを。それがずっと結構見えるとこに前歯についてて、14シートの間の時はもう上の歯にもついてて、すごく気になってたんだけど、今は延長になってから上のやつ全部取って、下に2個ぐらいだけついてます。
質問があったのですが、アタッチメントをつけるためにクラウンにへこみをつけたので変えないといけません。1年前に20万かけてニューヨークでつけたやつ。でもそのアタッチメントがついてる間、あのホワイトニングができなかったのね。だから唯一やってたのはホワイトニングの強めの歯磨き粉で磨いてたっていうぐらいで、だから結構自分的な、なんか黄ばんできたんじゃないかって、ちょっと着色がひどいんじゃないかって思ってたんだけど、しあさってぐらいに初めてのオフィスホワイトニングでめっちゃテンション上がってます。どんな感じになるんだろうね。でまあその後にホームホワイトニングもした方が長く持つってことなので、ちょっと奮発してやろうと思います。なんでこんなにこだわりたくなったのかわからないけどね、なんか歯ってやっぱ一回気になりだすとあの底なし沼だったりもするし、ケアが楽しいから、うん、なんかまあまあどんどん綺麗になったらいいなって感じ。でもあのなんか変な人工的な感じにはなりたくないので、あくまでナチュラルな感じ、ナチュラルな見た目を維持しつつ、あのできることはちょこちょこやっていきたいなと思います。矯正の話はそんな感じです。長くなっちゃったからデンタルケア編は続く。じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バーイ。